はい。それでは、理解して使う RNLFT 解析ツールの、最近のツール編として、今度はスライドを用いて発表をしたいと思います。こちらは、津崎さんも紹介してくださっていた、SC メロの開発チームによるレビュー論文を、がスタートになっていまして、ベロシティ解析の限界についての実例と、あと、フューチャープランも、レビュー論文には、示されていました。それらを簡単に説明しますと、まあ、大きく分けて4つのセクションに分かれていて、まあ、ベロシティモデル自体の拡張と、細胞特異的ダイナミックスの、確率的変動を取り組む。また、C が、各遺伝子の制御関係を考慮した多変量モデルにする。で、D が、他の多くの、生物学的なシグナルを持って、取り込んだマルチオミックスモデルに拡張するといったような4つが展望として挙げられていました。はい。まあ、実践編ではやらなかったんですけれども、SC ベロは最近、単一のダイナミクスは説明できない挙動を持つようなデータセットに対応できるような方法も実装しています。で、こちらは先ほど津崎さんが説明していただいた通りで、はい、で、ベロシティの再計算を行えるような機能になっています。はい。ここで、まあ、SC ベロ自体も進化を進める中で、まあ、調査時点は、2022年の12月なんですけれども、この時点でベロシティ解析の課題を認識して、それに取り組んでいる新しいベロシティツールはどれぐらい発表されているのかという動機で、先ほどの論文を引用する論文を、調査しました。で、昨年の12月時点では、重複を削除すると、引用論文は51本あり、そのうち、SC ベロの後継手法と思われるものは13本になりました。ちなみに、2月に現在、調べてみると70本まで増えていたんですけれども、こちらはまだ調べていません。はい。で、今回発表で、ごく簡単にこの13本を紹介したいと思います。まず、時間的な都合で一部は省略しますし、あと、数学的なバックグラウンドの弱さからも、かなり浅い紹介になるかと思いますので、詳細は各論文をご参照いただければと思います。で、先ほどのレビュー論文を引用している、イコール、まあ、既存の問題の改善に取り組んでいる、手法というのは、13個存在していて、パブリッシュドは6個。で、うち1個はベロシティを使っていない、手法だったので、別枠にしています。で、プレプリントは全部で7個でした。これはあくまで昨年の12月時点の話です。はい。で、これは非常にざっくりと、それぞれのツールが、まあ、ベロシティ推定の改善に取り組んだ手法で、分類をしたものになります。既存の、上微分方程式をベースに拡張を行ったもの、それに加えて、エンベッティング、埋め込みの課題には取り組んだもの。で、あとは、オートエンコーダーや生成モデルや、グラフと温め込みネットワークといった、まあ、ノイズの平滑化のような、前処理が必要ないような手法なども、多く発表されてきています。下のこのファイローベローとスプライスジャックというものは、他とはちょっと経路が異なるツールなので別枠としています。はい。まず、ではモデル拡張の手法についての紹介になります。マルチベローというのはエピゲノムデータを取り入れた、微分方程式モデルを採用していて、転写速度がクロマチンアクセシビリティに比例して時間的に変化すると仮定し、時間 t が進むにつれて変化する状態系をモデル化したものです。で、これによって遺伝子発現のスイッチ時間、クロマチン変換、転写抑制が始まるタイミングなどを、と、遺伝子固有のベロシティパラメータを3次元位相ポートレートを用いて推定します。4番では、クロマチンアクセシビリティを取り込むことで、まあ、推定精度が、全体的に向上し、特にエピゲノム変化の激しい初期の幹細胞のようなデータでもかなり効果があったとしています。
はい、次に Unity Vero ですね。こちらは、スプライスと RNA を使用し、遺伝子発現の完全なダイナミクスを、放射状規定関数でモデル化し、トップダウン的に RNA ベロシティを推定する手法です。特徴としては、スプライシングされていない RNA が全くない状態でも、ベロシティを予測することができます。また、細胞ごとにトランスクリプトーム全体で共有する潜在タイムポイントを導入することで、遺伝子間での方向性の不一致を解決し、その結果、分化経路の予測精度が向上したとありました。はい、次に、モデル拡張とエンベッティングの改良に取り組んだ手法になります。はい、こちらダイナモについては、理論が非常に難しかったため、こちらの、東大気流研の石川さんの解説記事を参考に、作成しました。なので、詳細は、こちらをご覧いただければと思います。ダイナモは大きく分けて、目玉機能が2つあって、1つは代謝標識シーケンスデータを使って、スプライスとアンスプライスとダイナミクスに基づくモデルに統合し、真のベロシティを推定できるモデルというのも開発したとあります。こちらは代謝ラベルがない一細胞 RNA-seq データにも適用可能とありました。で、もう一つが、各細胞の遺伝子発現量と、変化速度としてのベロシティから、遺伝子発現量ベクトルを受け取って、この変化速度を返す、ベクトルフィールドを表す関数 F を学習するというものです。この再構成されたベクトルフィールドを用いて、例えば細胞が存在しない領域に対しても、ベクトルフィールドを数学的に復元したり、細胞運命変性や遺伝子上覧などの結果などの予想が可能になったとあります。はい、次に、K ベロ、エコベロです。この論文のメインは K ベロです。こちらは細胞密度が各遺伝子の平均ベロシティに反比例すると仮定し、グローバルな潜在時間としてスケーリングファクター K をモデルに導入しました。これによって、スケール普遍性問題が克服されたとあります。スケール普遍性問題とはちょっと細かい話になってしまうんですけれども、SC ベロはアーモンド状の位相ポートレート上で観測されるカイネティクス、オンと定常状態とオフの、時間が全ての遺伝子について等しいと仮定しています。で、その上で20時間のデフォルト定数を、採用していて、で、各遺伝子の位相ポートレート上の細胞に、0とこの定数20時間の間の潜在時間を当てはめていて、それに応じてパラメータをスケーリングしています。なので、これをスケール普遍性問題と、呼ばれています。はい。で、もう一つ、視線形の低次元空間の埋め込みに関しては、ニストロフ遮影というのを用いているそうなのですが、すみません。ちょっと詳細は、論文をご参照いただければと思います。で、このエコベロというのは、高次元の RNA ベロシティを推論しないヒューリスティックなアプローチだそうです。はい。続いては、プレプリントを中心に発表されている手法について、簡単に説明したいと思います。ベロ AE というのは、ノイズの、すみません。ノイズの多い高次元なスプライスとアンスプライスベクトルを、オートエンコーダーで低次元潜在空間に遮影し、線形回帰、定常状態モデルを用いて、潜在空間上のベロシティを推定する、手法になっています。埋め込みは SC ベルと同じ遷移確率を用いているとありました。で、SC ツアーは、変分オートエンコーダーとニューラルオリーを用いて、教師なしでシュードタイム、トランスクリプトンベクトルフィールド、潜在空間を同時に推定する手法です。で、バッチ効果を受けず、ルート細胞などといった事前知識も必要ないですし、スプライスとアンスプライスとメッセンジャー RNA の区別も必要ない。で、このモデルのユニークな点は、未知の細胞状態のトランスクリプトームのダイナミクスを予想したり、さらに新しい別のデータセットでの特性も予測することができるとありました。はい。次にラテントベロです。
これは、変分オートエンコーダーで細胞のカウントデータを低次元潜在空間に埋め込んで、潜在空間上での分化ダイナミクスを、ニューラル OD で記述したものになります。ベロ AE と異なる点は、細胞状態を学習した潜在空間に埋め込むことで、ダイナミクスを細胞状態や系譜に依存させることができるという点にあります。そのため、単に局所的なベロシティベクトルを出力するのではなくて、個々の細胞ごとにグローバルな経路を推定することもできます。また、細胞状態やベロシティに対する一括バッチ補正も可能だそうです。ただ、前提として、連続した軌道を持っているということがあり、例えばこの途中の細胞は一過性で観測されていない素な細胞集団の場合はうまく推定できない可能性があるとしていました。で、こちらはパイロベロシティというもので、確率的生成モデルを、用いて、ベクトルフィールドと共有潜在時間の不確実推定を行う手法になります。こちらは自動微分偏分推論というアルゴリズムを利用し、近似事故分を、導出しているとあります。なので、アドホックな、前処理や後処理が必要ない手法で、また、パイロというのは Python の機械学習ライブラリをベースにした確率的プログラミング言語で、それでできているので、パイロベロシティというそうです。はい。ちょっと、時間も迫っているので、これを最後にしたいのですが、ベロ VI というのは、これは SC ベロと同じ、おそらく同じラボから、発表されている論文かと思います。こちらは深層生成モデルというものを用いて、反応速度パラメーターと潜在時間を学習しながら、すべての細胞と遺伝子間で情報を共有するモデルを介して、RNA ベロシティの推論を最適化しています。特徴としては、ベロシティの経験的事後分布、細胞遺伝子レベルを出力することにより、内在的な不確実性や、細胞の近傍間の変動性の両方を、定量できることとあります。こちらの GitHub の方を見ますと、数ヶ月以内に SCVI Tools というところに移行し、SC ベロでラッパーがビルドされるとあります。ちょっとすいません。こちらは省略させていただきたいと思います。まとめますと、SC ベロの開発チームが2021年に、問題提起したレビュー論文の課題について、後継手法はその多くを克服しつつあると言えるかと思います。まだ、個々の手法での課題は、いろいろ残っていて、例えば、正確なスパイスと RNA の定量など問題も残っていますし、あとは、確率的ダイナミクスをより良くしたり、あと、生成モデルの活用に関しては、ハイパーパラメータの調整などがまだ課題としてあります。で、先ほどラテントベロでも説明しましたが、観測されない一過性の細胞クラスターがある場合に、ベロシティ推定がうまくできないんじゃないかという手法も、あります。例えばこれはダイナモとかですと、おそらく解決はされているとは思います。で、一番の問題としては、現状どの手法も、ほぼ従来の SC ベロとしか結果を比較していないため、自分も早くベンチマーク論文が出ないかなと思っております。で、ただ、今後の流れとしましては、SC ベロチームも後継のベロ VI を開発していることから、今後はベロシティ解析の標準は、ベロサイトと SC ベロの組み合わせではなくて、また違うものにアップデートしていくのではないかと、予想をしています。以上になります。はい、ありがとうごあざいりまがす。とうございます。じゃあ、露崎さん、手を挙がってます。露崎さん、お願いします。はい。パイロベロシティのところなんですけど、後半の方のスライドですかね。あ、それですかね。この図の、B の一番左の、これがベイズの、ベイズ推定でいう自己分布
ですよね。はい。だから、ベイズだから、こう、一個の値が出るんじゃなくて、こう、信頼区間として、こう、分布として出てくるみたいな話で、はい。あんまり自信がない、ベクトルは、こう、いろんな方向に振れてるみたいなのが、あるので、まあ、これ結構、データの見せ方として面白いなと思ってて、ここら辺も標準で、みんなが使えるようになるといいかなと思いました。ありがとうございます。あと、既存の、ベロサイト、SC ベロ以外の、こういった拡張ツールは、結構、SC ベロをベースに、ちょっと手を加えるぐらいなことをやってる実装が多かったですね。ああみんな Python で書いてて、うん、SC ベロでそのまま動くコードを、ちょっと一行加えるだけで自分たちの計算を試せるみたいな感じで実装している Python パッケージにしていることが多くて。はい。だから、なんかベロサイトも U と S の行列を各々出すのにみんな使ってますし、うん、SC ベロはやっぱり可視化機能がたくさんあるので、はい。まあ、そこをわざわざ一から作ってる人はあまりいなくて、なんか自分たちがやりたいそのベロシティ計算のとこだけ自分たちで書いて、それ以外はまあベロサイト、SC ベロのフレームワークに乗っかってやってる人が多くて、なので、これからもしあれね、ベロシティ解析の新しい手法を作りたいみたいな人がいたら、まあ、この分野に関してはやっぱり Python で書くべきでしょうね。いうコメントでした。ありがとうございます。ちなみにの質問なんですけど、やっぱその先ほど Python の話でしたんですけど、はい、これ R とかで移植してパッケージあったりするんでしょうか。あ、一応すいません。すいません。SC ベロのチームが作ってたような気がしたのと、あとバイオコンダクターのパッケージ、ベロピラプトルっていうパッケージが、うん、そこら辺をやっていて、まあ中で SC ベロが動いてるだけなんですけど、うん、まあ一応それ、そういうので R でも使えるようにはなってますけど、ただ SC ベロの全部の機能を移植できているわけではなくて、プロットで言うと細胞ごとのベクトルは出せても、ストリームラインで見せることができなかったりとか、いろいろまだちょっと、物足りないところが多いので、この解析に関しては Python でやった方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。あ、質問がありました。武藤先生ですね。アルファベータ、なんとなく定数ではなくて、次辺パラメータとして推定する手法はありますでしょうかという。そうですね。定数、パラメータの推定手法です。ご存知でしょうか。あ、はい、僕もちょっと答えちゃいますけど、ありがとうございます。最近ディープベロを読んで、多分それこの話かなと思いますね。この図の B の、ディープモデルってところからこう矢印が出て、セルスペシフィックアルファベータガンマっていうふうに書かれていて、なんで、SC ベロだと、アルファとかガンマとかは、遺伝子ごとに固有の値だった気がするんですけど、それがこう、さらに細胞ごとにも違う値を取るみたいな拡張だった気がするので、多分この論文はそういう話かなと思いますね。はい。うん。